スマ駅、スマ駅は、兵庫県神戸市スマ区スマ浦通り4丁目にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本山陽本線の駅である。駅番号は、JRA68、JR 神戸線の愛称区間に含まれている。普通と電車線走行の快速が停車する。双方接続駅で2面4線の島式ホームを持つ、京城駅になっている。電車線のみで、 列車線、運転取扱い場では5.6番線には、プラットフォームはないが、場内、出発信号機は、列車線も含めて設置されている。改札口は1カ所のみ。電車線経由の快速電車が停車するため、有効長は約250メートルと長い。直営駅、神戸駅の非管理駅、アーバンネットワークエリアに属しており、愛国か利用可能駅でもある。 相互利用可能 IC カードは、愛国家の項を参照。2010年、平成22年1月30日をもって、緑の窓口が廃止され、代替として、緑の券売機プラスが設けられた。以降も、市販の JR 時刻表などでは、緑の窓口設置駅として扱われている。2.3番のリバがそれぞれ上下の本線となっており、1.4番、 乗り場は副本線である。そのため、停車列車は基本的に2.3番乗り場を使用し、快速の接続待ちを行う列車が1.4番乗り場に入るのが本の運用法である。1986年、昭和61年10月31日までは、新快速が電車線を走行していた関係で、日中の各駅停車は全て当たり駅で通過待ちを行っていた。 ただし、上下線の渡り線は2.3番乗り場の間にあるため、当駅で列車が折り返す場合にはこの2つのホームしか使用できない。当駅折り返しの普通列車は1996年7月20日から1998年10月2日に設定れていたことがあったが、JR 福知山線脱線事故後に輸送実態に合わせたダイヤの見直しが行われることとなり、2006年、 平成18年3月18日から日中の半数の普通電車、大阪方面発着便が東駅理解しに変更された。そのため日中は折り返しの普通電車が2.3番乗り場を交互に使用し、加古川、姫路方面発着の快速、東駅発着の各駅停車に、接続と西赤市駅発着の普通電車、JR 東西線直通は、 本来対比線である1.4番乗り場に停車するようになった。2008年、平成20年3月15日のダイヤ改正では、日中時間帯の当駅を越えて、西赤市駅まで運転される普通電車が増やされ、この時間帯の当駅折り返し列車は1時間に2本となった。余裕ができたことで折り返し列車の発着も2番乗り場に統一され、3.4番乗り場は、 本来の本線、対比線の用法に戻された。当駅を越える下り列車についても2番乗り場が折り返し列車が停車していない場合は接続待ちのない限り2番乗り場を使用するようになった。2009年、平成21年3月14日のダイヤ改正で折り最終の快速が新快速に格上げになった。この新快速は観光線経由で、 当駅の2番ホームを通過するため、23年ぶりに観光線経由の通過列車が設定されることとなった。2010年、平成22年3月13日のダイヤ改正では、当駅で折り返す普通が1時間に4本に戻されたが、2006年3月18日から2008年3月14日の間とは異なり、 当駅、西明石駅で折り返す際に、JR 京都線発着と JR 東西線発着の系統を入れ替える運用となり、当駅では JR 京都線発が JR 東西線行きとして折り返すため、西明石駅では逆の手順が行われる。2015年3月14日のダイヤ改正では11時から15時15分頃までの折り返し列車が2番に停車する。 この結果日中は1番乗り場が下り快速 JR 東西線発西明石き普通2番乗り場が JR 京都線発あたり駅折り返し JR 東西線行き普通3番乗り場が上り快速4番乗り場が西明石発 JR 京都線行き普通が使うようになった2016年3月26日改正でマヤ駅開業により 普通列車の所要時間が伸びたことなどから、JR 京都線発の普通が折り返し JR 京都線行きの普通になる運用に変更された、西明石駅では JR 東西線発の普通折り返し JR 東西線行きの普通になる。そのため、日中は1番乗り場が西明石、加古川、姫路方面行き下り列車、2番乗り場が大阪方面、京都線直通普通、東駅始発、 3番乗り場が、大阪、京都方面行き登り快速と西明石発、JR 東西線直通北、新地、京橋方面行き普通が停車する。4番乗り場は使用されず、ラッシュ時、夜間時間帯のみの使用となった。なお、当駅で折り返しを呼び、相互接続を行う、普通電車は、ドア横の開閉ボタンで開け閉めする。日中時間帯は1時間に12本。 快速が4本、普通電車が8本、4本は当駅折り返し停車する。長席時間帯は本数が多くなり、折り返しは設定されない。なお、平日朝の3のみや、大阪方面行きは普通電車のみの設定となっている。兵庫県統計所によると、2017年、平成29年度の1日平均乗車人員は12,105人で、ある。 近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。全部神戸市バスで71.75系統は新規バスも担当。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。